はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、出雲でございます。それでは今回もこちらですね、ラチェット&クランクパラレルトラブルですね、やっていくんですが、前回ですね、このディメンジョネイターの設計図をアーカイブスの中からね、見つけ出したんですけど、ついでにね、ここサブミッションでロンバックスのロボを探すっていうね、ロボを3個見つけるっていうのがあるんですけど、まあ残り2個見つければいいと思うんですね。まあちょっといるついでにやっちゃおうかなと思ったんだけどね、結構サブミッション系が大変だったりするんですけど、1個目ね、ほら多分この正面見てほら、ここね、これあれ、なんかローブが置いてあった祭壇に似てるような気がするんで、まあ2個目が見つかってるとなれば、まあ3個目もたやすいんじゃないかなとちょっと思ってるので、やっていこうかと思ってます。ただその前に今ゲイリーに話しかけられそうだったので、ちょっと話しかけてみる。うん、キッドは冒険したいんでしょ。最高じゃないの。二人の幸運を祈ってる。ケダロステーションでも頑張ってね。なんでわかんの。キッドも不思議です。なるほどね。まあキッドの境遇ならなりなんなりをね、ちょっと理解してくれてるということですね。なんででもゲイリーの弟子になるに至ったのかっていうのはちょっと気になるところですけどね。これってもしかしてさ、飛び越えられたりする。よいしょ。おー、無理だった。無理だったよ。よいしょ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 ほいよいしょほいよいしょほい。これでひょいひょい。この多分このでっかいところの、あ、この上乗れるんだ。オッケー。よいしょよいしょ。あ、ここほら、ロボットがせっかく盗んだものを取り返しに来るなんて。ほんで、ファンガイ、グリーンにしといて、よいしょ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 。あー、グリーンスプリンクラーがレベル上がったね。ありがたい。スプリンクラーめちゃくちゃ強いからな。よいしょ。だってボスにも効くんだもん。あ、終わった？あ、もう終わった？オッケー。あ、なんか追加が来たね。ファンガイがいないから投げといて、トロンコでもやっとくか。オッケー。よいしょー。おー、よいしょー。よい、あ、これってスプリンクラーこいつらにも効くんだっけ。よいしょ。ライトニングロッド。やっぱ基本的にこれが強いわ。オッケー。あいつら何か見つけたな。よいしょ。オッケー。ブツブツ。ローブ。うん。あっぱれ。早速録音された音声を聞いて。ああ、そっかそっか。聞いてみようか。コレクションになるんだっけな。これか。こっちかな。こっちかな。それでランチ中に考えてみた。意外とできなくはないかもな。ケイデンからディメンジョネーターも借りてあるし、評議会に与えられた1年と3週間寝ずにマッピングするだけ。明日からスタート。まあなんかストーリー性はストーリー性であんまりよくわかんないよな。聞いてみるは聞いてみるけどさ、なんか一応全部集めたらなんかわかりやすくなるのかね。なんか声おかしいね俺。あと1個どこにあるんだろうな。一旦見つけるまでカットしようかな。すげえ、今ね再開したんだけど録画。ここら辺でね、こうとん、遊んでたら、あそこにさ、ほら、紫のあれが見えたかな。まあ、あれなんだろうと思って登ったらね、すげえ近かったの。こいつなんだなんだ？逃げたね。逃げた。あいつをとりあえず追っかけてればいいのかな。でも追っかけたところでさ、追いついちゃうんだが、きっとあいつが行き着く先に行かなきゃいけないってことだよね、きっと。多分だけど。上に乗るのかな。なんかジョッカでジャンプして上に登るとかなのかな。こことかは
あ、違うね。こう、いや飛ばないもんな。これどうすればいいんだろう。とりあえず見つけはしたけど、どうすればいいんだろうねこれ。あ、オッケーオッケー、届いたわ。はい、着いたよ。え、嘘、マジこれでいいの。はいよ、3つ目。やっべ、壊しちゃった。ケモブラザーよ、ドームを持ってくればレクアーマーを授けて死んぜよ。オッケー。じゃあせっかくというか早速これをね、これを見つけるっていうか、これをもらうためにちょっと今回頑張ってたんで、あー、そこ引っかかるんかい。オッケー、アーマーパーツ、そう、今までね、レッグパーツばっかりだったんですよ。ちょっと待って。これさ、あそこにもあるよね。ついでに壊すわ。ついでに壊しまーす。よいしょ。全部で何個 ?12 個あるみたいなんで、今、ついでに壊しました。うん。よいしょ。よいしょ。オッケー。やった。ほう。お揃いのチェストアーマーを、あ、これレッグか、また。またレッグかい。あ、そっか。ラチェットは装備してないのか。なるほどね。荒れ地の装備。惑星固有生物から受けるダメージが 5% 減少する。近接攻撃 5% アップぐらいつけとこうか。ほら、見て、見た目全然変わるんですよ。すごくない？全然違うんですよ。これさ、コレクションボーナスってさ、あ、いや、さすがにこれ、この画面でもうだってついてるわけじゃないでしょ、これ。え、集めたら自動的につくのかな、これ。え、だとしたらめちゃくちゃ強くない？いや、結構ね、なんか元からこの辺はなんか何を着ても、セットのボーナスありませんみたいな、あるんだけど、いや、え、さすがに違うよね、これ。見た目が変えれる要素っていうだけのものじゃないよね。その装備してるやつが反映されるよね。さすがにね。わかんないんだけど。いや、まあそう信じて、ちょっとこれクソダサい、クソダサいって言ったらあれっすよね。あんまり好きじゃないけど、これ着ときましょう。じゃあ、あと4つ集めればとか言ってるから、4つ集める？いっか、さすがに。7個でしょ？あ、でもなんか、印出るんだ、これ。あ、印出るのか、これ。あ、印出るんだったら、え、いいじゃん、やろうよ、じゃあ。とりあえず、じゃあ、あれから行こうか。え、これ、取ったやつが出されるわけじゃないだろう、これ。さすがにね。から、気をつけないとね、なんかここ、大地の裂け目みたいなのがあるんで、気をつけないと、マジでスーンって落ちるんですよ。あそこにあるの？ああ、確かにあるけど、ここ温泉？温泉入りたいな。温泉とかしばらく行ってないわ。なんかエネルギー源を立てば、ここ上乗ってるけどさ、正しかったこれ。なるほど。これをなんか、これで短時間で押す的な話かな。あー、そうかな。ここからかな。ここから、ちょっと待って。ちょっと待って。え、これもう開いた？あ、なんだ。速さ勝負じゃないのか。とりあえず押したら開いちゃう系ね。先に言ってよ。よいしょ。OK。これで、残り3箇所。早く出せ。早く落とせ。OK。5。あと2箇所か。そっか。俺、前回ってかさっき1個多めに壊しといたからか。その分が、あれだね。特に反映されないんだね。本来というか。じゃあ、ここ行きましょう。これで、ダッシュ！ヒュン！で、あの上？その上どうやって行くの？こっちから行ける？行けなさそうじゃない？あ、違う。よいしょ。これズルだった？もしかして。ほんでよ。ほんで、このキノコでジャンプして、そういうことだよね、と。オッケー。これであと1個でしょ？いいね、いいね。ちょろいじゃないの。あと1個。あと1個。
まあどうせならちょっと行くのがめんどくさくなる遠くの方をやっとこうかなと。よいしょよいしょ。ここからは近そうだけど、なんかこれ取りづらいものがあったりするのかな。ああここはじゃあ敵がいるだけかな普通に。オッケー、敵倒す系はいいですよ全然。よし、オッケーオッケー、よし、よいしょ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 。え、これだけ？おいおい、歯ごたえねえな。よいしょ。え、いいじゃん。あと、1、2、3、4、5個。あと5個か。あと5個？ 1、2、3、4？ 5個。あ、もうこれ5個やっちゃおうぜ、これ。オッケー、次ここね。ああ。だってさ、これ、しかもこれは、それ終わったらさ、またあと5個集めてきたらさ、なんか頭のパーツをやろうとか言ってくるわけでしょ？だったらもう終わらせちゃおうぜって思うんだけど。あはーん。ちょっと待ってね。バレながら今の急ブレーキ、よくブレーキしたなと思うわ。よいしょ。ここは？よいしょ。オッケー。ほんで？どこにあんのこれ。え、何あれ？え、あ、ゴールデンボルト？待てよ待てよ、ゴールデンボルト。早え早え、あいつ早えぞ。おー待てよ、ボケなすこえ。しゃおらおら、どないやねん、ボケ。よっしゃい、ゲット。よし、じゃあ、ちょっと待って、これ何？ああ、ここもなんか裂け目？なんかさっきさ、あれだね、リベットンとさっきじゃねえわ。リベットン時にさ、やったよね。ああ、なんかどん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 やることがずれてる。簡単。よいしょ、よいしょ。これついでにやっちゃう？よいしょ。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 本当に簡単これ。頼むぜ。頼むぜ、俺。あぶねえ。あぶねえ。はい、はい、はあ。さよなら。厳しいよ。ラチェット、ありがとうです。助けてくれて。ちょっとなかったことにしますね、今のは。いや、めちゃくちゃ大変だった、今のところ。結構厳しいね。はぁはぁ待ってくれよ。オッケーオッケー。はい、戻ってきましたよ。オッケー、こっからだよ、こっから勝負。オッケー、ほっ、オッケー。ほ、ほ、ほい、ほい、しょ、ほい、しょ、ほい、ほい、しょ、よい、しょと。完璧。いや、ようやくですな。なんかいろんな装備集めてるね。ロンバックス、この絵群。へぇ。この絵群って読み方であったっけ、あれ。すげえ今自分の知識が不安になったわ。よいしょ、よいしょ。オッケー、これで戻ってきた。よいしょ。これで戻ってきて、で、なおかつ、まだローブか。ローブだっけ？ローブを集めるというのは変わっておらんな。なんかこの下ぐらいにあったよね。なんかさ、あそこにもあんの、裂け目。そんなにやってらんないぜ。あ、おう。なんか、お邪魔しちゃった？よいしょ、よいしょ。よいしょ、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 よいしょ。あ、これ、レベルが5になったね。ちょっとタイプが変わるんじゃないの？お、お？あ、見つけましたね。
めっちゃかっこよくなったじゃん。ほら、エンフォーサーからエグゼクターというものになりましたね。エグゼクターをこれでゲットしました。で次がこれね。でもこれ行く前にここに叫び見つけちゃったね。みんなこの調子大丈夫？ついてこれる？いろんなことをやりたい放題やってますけど。よいしょよいしょ、いきますよいきますよ、ずいずいいきますよ私は。もうよいしょ、はいはいはい、よいしょ。こっからホイして、こう来てホイして、ホイして、あおう、ホイホイ、おお、今のなんだ俺合ってた今のやり方。よいしょ、あぶねー、無理かー、難しいこれ。おお、来てる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 よ。嘘でしょ。今の最後どうすりゃいいのあれ、嘘でしょ。でももういけますよ、もう全てをつかみましたよ私は。もう慣れたもんですよこの辺の道なんて。何回死んだことか寄り道に、寄り道にどれだけの時間をかけてることか。よいしょ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 、ほんでこうして、ほいよいしょ、こうしてよいしょ、ほい、こういうことですよこれさ。よいしょ、オッケー、行ったね、おっしゃー。あー怖かった、やっとゲットだ、ありがとう、ようやくゲットできましたよ。あ、いいね、キャプテンスターシールドのヘルメット。うん、ヘルメット、ええ、こっからは飛んでいけってこと、こういうこと。結構ギリギリだけどね、怖っ。オッケー、ようやくクリアできました。久しぶりに帰ってきたぜ現実の世界に。もう寄り道しないもう寄り道したくない。あれはどうやって行くのかな。ここの下なんかまたモンスター討伐系な感じが気なしなくもない。この下、この下、あ、これまたあれじゃない、これオス系じゃない、これ。あ、違うわ、どこだ、この下、この下ってどこ、これいける、この辺の下って、この辺の下っていける、これ。あ、いけるね、いけるが、よいしょ、絶対生き方間違った絶対に生き方間違った。これ戻れる感じ、どっかに。あー、オッケーオッケーオッケー、そういうことね、よかったー。よいしょー、もう散々やったわこれ、もう散々やったわ。あいよ、オッケー、もうあれで手こずることはないわ逆に。よいしょ、これでローブをゲットして、あと3つ、1個がここね。嘘でしょ、この上、さっき一瞬見たやつか、あれもなんかボタンを押す系じゃなかった。あ、ここから登れる、こっちか。よいしょ、ぶっ飛ばしていこうぜ。あれはでも違うな、これは敵倒す系かな。なんだこれ、なんだこれ、なにこれ？あ？俺何かやってはいけないことをやった？いや違うわ、やることが合ってた。いや本当にその通りだわ、今自分でやってて合ってるのかさっぱり分かんなかったけど結果合ってたわ。で、あそこね、よいしょ、あっち？あの、なんとかの試練やったところね。それの途中にあるのか、中にあるのか。オッケー、やっていこう。と
とりあえずね、やってみないことにはわからないから。よいしょ。さてさて、あんな中途半端なところにあるの？あれはなんかすごくやばそうな気がするんだけど、気のせいかな。最後だってグラインダー、あ、危ねえ危ねえ。グラインダーかなんかで届いてるよね、あそこの場所に。こっちから行くのかな。こうして、こうして、で、で、こうか、こうして、あれでも意外とすんなりつく、これ。こうか。なんだよ、びっくりさせんなよ。え、これめちゃくちゃ優しくない？基本的に。で、最後の一個がちょっと遠いんだよな。ここよ、ここ。ここまではさすがにカットしようかな。じゃあ取りに行ってきまーす。これ届かなくね？めちゃくちゃ黙ってしまったわ。最後の1個取るのにめちゃくちゃ黙ってしまった。もう最後の1個だと達成感ね。めちゃめちゃ黙ってしまった。いや、お恥ずかしい限りでございます。よいしょ。ああ、それよかったぜ。ついでにミスターファンガイを今ちょっとだけレベルもね上がったりしましたけれども、とこれで一応全身揃うんじゃないかな。なんかこれダッシュしてる時にさ、ジャンプできるの結構忘れがちなんですよね。なんかあの裂け目とか飛ぶ時もさ、飛べるっていうのを覚えてれば、あーあーあー、めっちゃ滑る。よいしょ。さすがブラザー。だろう？期待を裏切らんな。だろう？アーマーとお揃いの最高にイケてるこのやったぜー。で、さらに言葉かぶってる、言葉かぶってる。ブラザーを代表して礼を言おう。これで全身揃ったね。あいつ尻尾の力強いんだな。やったー。これで一個だけアーマーが3セットなったよ。右側の、こういう、ほら、惑星固有生物から受けるダメージが 20% 軽減だよ。ほら、これでしょ？これ、ほらほら、すごくない？これ、じゃあ、いや、でもやっぱなんか入試でついてる気がしなくもないな。ちょっと嫌だからいいや。持ってることで効果を、恩恵を得られると信じよう。ちょっとそれはでもまだ調べとく余地はあるな。もう、船に戻りたいんだけど。自力で戻るしかないのかな。まあ、とりあえずいいか。とりあえず船に戻るのは動画外でやっておきます。はい、ということで、今回はね、この荒れ地を徹底的に攻略するってことで、やってみました。今回の動画もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。